サメの甲羅がついてるのでイージスパンツ。そしてこのイージスパンツ、すごい性能を持ってます。もしイージス艦にミサイル100本飛んできたとします。すぐさまイージス艦飛んできたミサイル全部に的を合わせまして、そして危ないものから順々に撃ち落としてくれるんです。これだけの性能を持ってますので、もうほとんどのミサイル攻撃防いでくれる、そういったことからギリシャ神話に出てきます万能の盾イージスという名前が付けられたんです。そして皆さん自然と日本とアメリカ2国のイージス艦見てもらいました。形ほとんど一緒です。でも中身が違うと思ってください。携帯電話もそうですよね。最新型と一つ前の携帯電話、形ほとんど一緒ですが中身がガラッと違うはず。それと一緒です。最新型の携帯電話はアメリカ海軍のイージス艦と思ってください。そして一つ前のタイプの携帯電話が日本のイージス艦って思ってください。でもどちらもすっごい性能を持ってますから、作るのにお金がかかるんです。日米平均すると約1500億円かかるって言われてますね。なのでご紹介した85番というアメリカのイージス艦、そして右真横の62番というイージス艦、そしてさっきの日本のイージス艦霧島もそれぞれ約1500億かかってると思ってください。しかも去年値上がりしましたからね。消費税が上がりましたからね。 3% 上がったので約45億円の値上がりとなりました。そして右手前方2本赤白クレーンが立ってる岸壁に54番という船が止まってます。あの54番もサメの甲羅がついてますからイージス艦です。今アメリカ海軍で大砲をつけた船の中でイージス艦じゃない船、イージス艦でない船探す方が難しいです。今アメリカ海軍ほとんどがイージス艦なんです。なので横須賀は多くのイージス艦見ることができますね。そしてご覧になりました54番、右前この54番が止まっている岸壁、あそこに普段は違う船がいるんです。世界でも最大級、また戦闘機たちを飛ばすための原子力空母ジョージ・ワシントンという船が止まっているんですが、ジョージ・ワシントン約1ヶ月前にアメリカに帰ってしまいました。なので今日はもちろんのこと、今後日本でジョージ・ワシントンの姿を見るのはちょっと難しい状態かなと思いますね。ただですね、アメリカ海軍今年の8月をめどに別の空母を横須賀に配備するということを決めてます。次来る空母はドナルド・レーガンという空母ですね。形ほとんど一緒、番号と名前が違うぐらいです。ぜひ8月以降にもう一度この軍港めくりに乗ってください。この距離で世界で最大級の艦船見れますから、ものすごい迫力が待ってますからね。ちなみにジョージ・ワシントンやロナルド・レーガン、世界最大級って言われてますからね、どれくらい大きいか、これご紹介してみたいと思います。まず長さがですね、333メートルあります。東京タワー横にしたのと同じぐらいの長さということですね。そして高さが約75メートル、ビルの20階ぐらいに相当しますかね。これだけでもすぐに大きいという方分かってもらえるはず。なので乗せてる人数もすごいんです。さっき見てもらいました日本で一番大きな船、出雲、あの出雲でだいたい500人乗せてるんです。出雲は500人。